オラーツヨベッキ、オラーツヨベッキ、オラーツヨベッキ1605年2月19日は、イタリア後期ルネサンス音楽の作曲家。マドリガルコメディの作曲家として、音楽史上に名を残しており、現在とりわけ、ランフィパルナーソエル・アンフィパルナッソによって、再評価されている。モデナ出身。地元で、聖母、マリアの下牧会の修道師。 サルバトーレエスセンガに支持し、さらに上級聖職者として研修を受けるべく、ベネディクト会の修道院に入り、1577年までに除外される。対抗家の演席のための娯楽音楽を、クラウディオ・メールロや、ジョバンニ・ガブリエーリラと共作してから、1570年代末までに、ベネツィア学派と有力な縁故ができた。この間に、バルダッサーレ・レロンに伯爵に同行して、 ベルガモやブレーシャに旅立つ。1581年から1584年までサロー大聖堂の教会学長に就任。その後は1586年までレッチョネ・レミリアの大聖堂に聖火隊長を務める。同年、コレッチョに移り、同地の大聖堂で三次会員を務めた。作曲活動に精力的にいしんだのもこの頃であるが、ローマやベネツヤ、 フィレンツェ、フェラーラといったイタリア音楽の中心地から遠遠区、なってしまったと感じていたようである。ついには、この思いを振り払うべく、モデナに里帰りして、聖歌隊の監督に任せられた。この頃になると、かなり経済的に苦しかったらしく、このことを、書簡や、時には自作の中でも触れている。百九十七年に、ベネツィアを訪れ、カンツォネッタ州を出版し、 さらに同年、過去16年間にコレッジョなどで作曲した、その他の膨大な作品も出版している。ランフィパルナーソもその一つであり、別記の最も有名な作品となった。1598年に、チェーザレデステ大公によって、宮廷学長に任せられ、1600年に、同行に従って、ローマとフィレンツェを訪れた。この間に、ヤコポペーリの歌劇、エウリディーチェを聴いている。 その後モデナに戻ると、没するまで大聖堂に奉職した。別キは、マドリガルの作曲家として名高いが、中でも、マドリガルコメディと呼ばれる、新たな楽種の取り組みで知られている。これは16世紀末の、軽快で、劇的、きんな娯楽音楽のことであり、一般的には、オペラの前身と言われているが、内容に即して言うなら、オペレッタの母体とみなし得るものである。 その他の出版作品に、いくつかのカンツォネッタ州や、より本格的なマドリガーレのほか、ベネツィア学派の影響のもとに複合賞の技法を取り入れた宗教局がある。宗教局では、おそらく、ジョバンニガブリエーリの影響のもとに、2拍子の部分と3拍子の部分の明確な交代を好んでいる。ありがとうございます。